はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINE Payでスタバ500円分のクーポンがもらえるキャンペーン開始ということで、以前僕の動画でも、スタバで LINE Payが使える動画を出したんですけども、今回はお得なキャンペーンが出たので、お伝えをさせていただきたいと思います。はい、それではまずキャンペーンの概要からなんですが、期間中 LINE Pay から LINE スターバックスカードに1000円分の入金でご利用いただける500円分のチャージクーポンがプレゼントされるというものになっております。今回のこの利用条件に関しましては、 LINE のスターバックスカードというのがあるんですけども、それに LINE Pay で1000円以上入金した方っていうのが利用条件となっております。で、またすでに LINE スターバックスカードを発行している方も本クーポンの利用の対象となるので、ご安心いただければと思います。 LINE のスターバックスカードの発行方法なんですけども、今回このクーポンを受け取るためには必ずスターバックスカードの登録っていうのが必須となるので、その際は以前僕がこちらの動画で紹介をさせていただいているので、下にリンクを貼っておきますので、ぜひご確認をお願いいたします。かなり細かくお伝えしているので、まあわかりやすくにはなってるかなとは思います。で、クーポンの受け取り方なんですけども、これは LINE スターバックスカードを発行した前提でお伝えをさせていただきますが、まずは 1LINE Pay のアプリを開いて、右下のウォレットというところを開きます。そしてマイカードというところに入ったら、 LINE スターバックスカードというのを開くとこんな画面になるので、クーポン取得、クーポンを受け取る、これで完了ですね。で、利用可能な期間なんですけども、気持ち短めです。2019年の5月13日の月曜日からもうすでに始まってます。2019年の5月の26日の日曜日までとなっております。もう今回の注意点なんですけども、スタバでも使える店舗と使えない店舗があるので、まあ事前に LINE Pay のマップとかで確認して、まあ使えるかどうかを事前に確認することをお勧めいたします。僕も以前ですね、スタバに行って使えない店舗が実際にあったので、ちょっと恥ずかしかったので、お伝えさせていただいてます。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。 LINE Pay で、まあ、スターバックスのクーポンが配布されるということでしたので、一応キャンペーンのページも下のリンクとして貼っておきますので、もし確認したいことがあればまたご確認していただいて、気になることがあればまたコメントいただければと思います。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。